しいね。やっぱりブラックバードはいいですね。皆さんこんにちは、お久しぶりです、バイク乗ってね撮影するの本当にね、久しぶりなんでお久しぶりです。もう夏は本当にバイク乗れないですね。いやでもまあ久しぶりにね、相変わらずあてもなくですが走っていこうと思います。まあ今回は、ここずっとね走っていって、信号のない道ばかりを走ろうかなと思います。まあ夏場のこのブラックバードもそこまで暑くならないんでいいかなと思います。でね、まあ久しぶりなんでね、この道走るの、ここちょっと行ったところに、去年じゃないかな、その前かな、パン屋さんにね、一回寄ってパンを食べるというね、動画をね、撮ってたんですが、久しぶりにここ通るんで、ちょっと寄ってみたいと思います。ここね、市川町ね。前からね動画見てくれてる方は、あ、この辺のパンといえばあれかという風に思っていただけると思うんですが、僕もね、ここ通るの本当久しぶりなんで、パン買うのも実は久しぶりなんでね、ちょっと恋しくなってね買ってみようと思います。着きました、ここでーす。やってたらいいんやけどね。久しぶりのパン有本さんの、クリームパンを買って、でちょっとね最後の休憩場所まで行って、いただこうかなと思います。ちょっと埋まりそうなんで石入れとこう。よし、それではちょっと売ってるかどうか分かりませんが買ってきます。パン有本さんでクリームパンとメロンパンをね買ってきました。あとでねちょっと食べてみたいと思います。でね、ちょっとやらかしましたね。久しぶりのね、走行動画いうことで予備のバッテリーをね持ってくるのを忘れちゃいましたね。で、あとせっかくね、スマホの方ホルダーの方で充電給電できるのにね、そのケーブルまで忘れてきちゃいましたね。なのでバッテリーの持つ限り撮影の方はしていきたいんですけどね。で、ガレージ動画でもね、いろいろやってたんですが、まずね、このハンドルアップスペーサーね、せっかくなんでね、走ってみてどんな感じかいうのもちょっとね、レビューしたいと思います。またがった時からね、なくてもあっても、どっちでもいいかなという感じだったんですが、確かにね、手首というよりは、ここね、親指の、ここにちょっと体重僕かかるんで、それがね、ちょっとマシかなと、痛みがほとんど痛みも来ないんですが、ちょっと圧がかかってる感じは楽かなという感じですね。
あ、トンネルやね。ちょっと、わあ、めっちゃ涼しい。いやいや、ずっとトンネルの中痛いね。あー、ほんま気持ちええわ。あー、出ちゃった。外出ちゃったね。まあ、せっかくなんでね、山の中なんで、ちょっと気持ちよく走ってみたいと思います。いやー、あとね、トンネルが多くて、で、山の中でしょ。あの真夏でも本当風がね、気持ちいいですね。でね、全然信号がないからね、あの気持ちよくね、走れますよね。ほんとね、いいバイクやね。よく曲がる、よく走る。久しぶりにね、乗ると加速するときにちょっと油断すると体持っていかれそうになりますね。